ではちょっと外交的な人について読んでいきましょうかと、はい、うん、外交的な人というのは、うん、外に現れた現象と内部との対応を同じように調べてみたいと、うん、外交的な人の外に現れた特徴は、うん、ここで言うと3から6と8から9、うん、3から6というのは、うん、温かい友好的フレンドリー熱狂的、うん、で8から9というのは衝動的献身的浪費的、うん、外交的な人に現れた特徴3から6、8から9要は何かあった時に出てきたものですね、うん、3から6、8から9、うん、本質的にこの外交的な人が厚い皮を持っていること外からの影響は、彼の場合は深みに達することなく、うん、むしろ刺激は跳ね返され内部では冷たさが支配していると、うん、一時期 この脊髄反射的なものに対する振れ幅は緊張の少なさに応じて高くないと、うん、でこの外交的な人というのは、うん、緊張の少なさ、うん、緊張の少なさに応じて高くないと、うん、そこで外交的な人の場合その低い緊張は外的には、うん、視観した身振りに明らかであると。外交的な人は自分自身の見解を形成する強い欲求を持たない、うん、ちょっと笑っちゃいますねはい。俺の意見、うん、持たない、うんうん、まあ要はみんなが何を言ってるかみんなが言ってることが何かの方が重要だって話じゃないですか、うん、あ、まあそういうことですね、うん、そういうこと、うんうん、どんな意見が一番多いかとか、うんうん、というのはその代わりに大量の刺激が知覚され、うん、それがある程度外から与えられた見解になるからであると、うん、外交的な人にとっての自分自身の情動は、うん、その自明性によって際立っていると、うん、それに対してその動因については不十分にしか認識していない、うん、だから彼は自己批判にも欠けているし、うん、そのため自己賛美や尊大さになりやすい、わかる。で、うん、彼の対象に対する彼っていうのは外交的な人の外に対する感情的な関わりは不十分なので大抵それを過小評価し、うん、そのことがさらに彼を誘って外の世界へ逃避させる。内向的な人がその時々の支配的なコンプレックスとともに閉じこもるのに対して、うん、外交的な人がコンプレックスから精力的に自分を遮断する。彼は客体的なものに極端に合わせ環境の中に自らを失いそこに巻き込まれてしまうと。そのために彼は内なるものにはほとんど気づくことができずそれを客観的世界における否定的なものとして見ると、うんうんと書いてありですね、うんうん、隊長どうです外交内向ここまで読んで、まあ、内向よりかなって思うけど、うん、外向もあるなっていう感じですよね。でも、うん、自分の意見言えるじゃないですか。これだ、はい、なんて言うんだろう決めはしないんですけど、うんうんうん、これ難しいのが、うん、隊長気持ちは決めないんですけど、うん、意見のこれだは言うじゃないですか、はい、僕気持ちは言えるんですけど、うん、意見のこれだはないんですね。それは感情と思考の話じゃないですか。いや、ここで説明した、はい、うん、自分自身の見解っていう話だと思ってます、はい、で感情の人は、はい、その感情が見解なわけじゃないですか。感情を見解と言われると、うん、自分はどう思うみたいなのは見解ですよ、ね、思うのは何て言うんだろう例えば、うん、自分自身とは、はい、みたいな話の時に、うん、隊長なんか見解述べれます。自分自身とはなんて言うんだろう違うな。じゃあやこっちの例題やめましょう、はいはい、要は僕の中で自分自身の見解と気持ちって違うんですよ、うん、なので、うん、見解っていう言葉がってとこですよね、うん、うん、もう一回見解の言葉の問題じゃないですか。見解ってって言われるとなんか論理的な考えを述べよみたいな見解を述べよって言われてる感じですよね。で今もう、はい、
そうやって言うじゃないですか、はいはい、僕そういう時になんかね、うん、言えないんですよ。でもその見解の意味は言いますよ、調べれば言えるし、そのそうじゃなくてみたいなことは言うじゃないですか。自分の何だろう、こう言葉で説明できないかもしれないけど、うん、僕の中では違うんですよみたいなことは言うじゃないですか。今言ったね。そうでもこれそれをうまく説明できるかできないかみたいな、ごめん、なんか誰か僕の味方味方を、渚さん、お久しぶり、はい、外交的で内向的で分かりやすいのは飲み会かなと思うと、うん、でもよく飲み会とかで、はい、僕好きかっていうとああいうとこ疲れるんですね。疲れるけど好きとか嫌いとかっていうよりは、うん、多分内向の人はこう自分を守ってるんだと思うんですよ。バリアですよ。はい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 。あんまり俺に突っ込んでくるなだと思うんですよね。うん、二等兵は飲み会に行ったらバーって行くじゃないですか。行く行く行く多分そういう違いのことじゃないかなと思うんですよ。疲れるとかじゃなくて、疲れるのは内向の人も多分疲れてますよ。あ、そう、バリア張ってる。よりよりね、よりかどうか分かんないですよ。態度の話じゃないですか。あ、そっか、態度の話ですね。そう、あのこのバリアを張るかどうかっていう。なるほど、うん、面の皮が厚いかどうかって話ですもんね面の皮そこで結局目立ちたいわけじゃないですか。目立ちたい、うん、で目立とうとするから疲れるわけですよね。そうですね、うん、だから疲れるかどうかの話じゃなくてじゃないですかって。なるほど、はい、で従って外交的に根ざした心理学は優れて客観性や因果律に基づいていると、うん、それは最も一般的なものを唯一まともなものとしてみなし、全てをそこに還元する。だからユングはフロイトの心理学をこの外交的立場のものとして理解したのである。それに対して内向的な人は本質的に主体的要因に関わるので、むしろアルフレッド・アドラーの考えのような心理学を選ぶことになると。だから両者の異なった考え方は彼ら自身の異なった態度類型によって決められており、今日の世界ではフロイトが著しい影響力を持っているにしても、それは西欧世界では外交性が、うん、一方的にもてあやされているという事実に基づいていると考えてもよいと、うんうん、確かにこの河合駿さんも言ってますが、うん、この西洋ではポジティブ、うん、はいはいはい、ポジティブシンキングがいいものとされているけど、うん、この東洋に来て初めて、うん、この何て言うんだろう、陰と陽みたいな、はい、陰があって陽があって、うんうん、これが一対っていうのを、東洋にはこの考え方があるんだ、うんうん、っていうのをユングが発見して、うん、この自身が描いたマンドラとかと似た絵があるみたいな発見に行くわけですね、うん、で禅に目覚めるみたいな、うん、